どうも、キスケです。本日は、色別最強ランキング作っていこうと、思います。はい。まあ、その、各色トップ5を決めて、まあ、1位から5位までしっかりと順位付けをして紹介していこうと思います。うん。でね、ちょっとね、この画像ね。前回の最強キャラランキングで、お前まだ2周年のまんまやんけど、3周年やぞもうっていうご指摘をいただいたんで、完全に忘れてましたね。ちゃんと新しいの作ってきました。はい、ということで早速見ていこうかなと思うんですけども、よろしければ今のうちにチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。ということで見ていきます。まずはこちら。はい、ブルー属性になります。まあ、青色に関しては変わり映えしないですね、あんまり。うん、まず第1位がバカ野郎悟空、第2位がリミテッドの魔人ブー、第3位が、不死身の孫悟空、第4位が、前回覚醒のブルー悟空で、第5位が前回覚醒スーパーバーダックとなってます。うん、まあその3周年で追加された青色のキャラっていうのが三神論だけだったんですよね。で、三神論に関しては、まあ、トップ5に入んのかって言われたら結構怪しい。強いんですよ。すごく強い。いやけど、こいつらの中に入るのかって聞かれるとちょっと怪しいかなということで、今回は省いております。じゃあまあ、まず第1位のバカ野郎からちょっと紹介していくんですけども、第5位からの方がいいか。こういうのは、後ろから紹介した方がいいね。第5位のスーパーバーダック。まだまだ強いね。うん。なんていうかな。まあ、バニシング回復もあるし、ドロ速アップもあるし、まあ、その試合後半になると、ドロ速自動的に上がるし、で体力回復もついてるし、まあ、言うことなし。プラス、味方の支援もできるということで、まあ、第5位には入ってくるかなと思います。で、第4位。覚醒ブルー悟空、まだまだ強い。うん、やっぱね、覚醒キャラはね、腐りづらいね。やっぱ強いもん。ステータスがそもそも高いっていうプラス、まあ、全開アビリティも強いし、何よりユニークアビリティが4つになってるっていうのは、まあ、破格よね。うん、でまあブルー悟空に関してはやっぱバニシング回復できるし、最初は受け役として使える、で試合のまあ中盤から後半にかけて攻め役として使えるっていう、結構メリハリの効いたキャラクターではあるので、とりあえずまあなんか選出に迷ったらブルー悟空出しときゃ仕事はしてくれるっていう安心感はあるんじゃないかなと思います。で、第3位、不死身のブルー悟空、こいつはね、まあ僕の中では評価が爆上がりしました。うん、強い。強いです。なんかね、こいつが実装された時、青色かよって文句言ってた実況者、僕なんですけど、いましたよね。強いです。めちゃくちゃ強い。やっぱ不死身はいいね。で、不死身かつまあ範囲特殊も持ってると。で、変身前に関しては特殊アーツ引っ張ってくるし、メインアビリティ で変身後は必殺アーツ呼んでくるし、腐らない。うん。腐らない。とりあえず、相手の高火力パーティーに対して、ああ、まあ、ブルー悟空出しとくか、みたいな。不死身のブルー悟空出しとくか。で、相手のライジングを遅らせて、こっちはガンガン攻めていくっていう感じで使えるんで、強い。うん。今の環境だからこそ、強いと言っても過言ではないのかなって思います。これがその、ゴジータブルーじゃない、ゴジータ4。がもっと流行りだしてきたら、まあ、その不死身キャラ、復活キャラはちょっと厳しくなってくるのかなっていう気はするんですけど、まあ、まだまだ強いと思います。で、第2位、ちょっと長いな、サクッといこう。第2位、リミテッドの魔人ベジータ、違う、魔人ブー、あれどうした、魔人ブーですね。はい、強い。うん、何もかもが強い。まあ、耐久はちょっとないんやけど、その分攻めキャラクターというか、超攻撃型のアタッカーと言いますかね。
特殊圧でバニッシング回復したりとか、射撃圧の火力も高いし、まあ、使ってみると分かる強さ、使われると分かる強さというか、めちゃくちゃ強いよね。だから再生パーティーとかと当たって、めちゃくちゃ凸の高いリミテッド魔人ブーとかと当たると、マジで手がつかない。うん、何で受けても、結構なダメージもらっちゃうっていうぐらい火力が高いキャラクターなんで、まあ、第2位が妥当かなと思います。で、第1位覚醒バカ野郎、うん、強い強いしか言ってないけど、まあその各色のトップ5なんで、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、強いよね。硬いしね。まあ覚醒キャラプラス変身キャラクターっていうのもあって、ステータスの上昇幅がめちゃくちゃ大きいんですよね。だからすごく硬いし、すごく火力もあるし、で最後に残した時体力もほんまに7割ぐらいになるぐらい回復するし、必殺カウンターあるし、射撃圧の火力も高いし、強制交代もあるし、言うことなし、強い文句なし、第1位です、バカ野郎。まあバカ野郎がいるだけで相手攻めづらいもんね。うん、ということで青色でした。じゃあお次見ていきましょう。こちら、はい、イエロー。イエローもあんまり変わり映えはしないんですけど、まあ順位が上がったり下がったりしたキャラクターは結構います。じゃあまず第1位は、石腕のリミテッド未来ご飯、第2位がリミテッドのゴジータブルーで、第3位が、前回覚醒の18号で、第4位がリミテッド覚醒の、変身ピッコロで、第5位が龍拳悟空となっております。じゃあまず第5位から見ていきましょう。まあ前回の識別ランキングだと第1位か2位ぐらいにいたんですよ。ただちょっと下がりましたね。やっぱその交代時にリセットするっていう表記が生まれたことによって、あれってなっちゃったうん、交代してもその消去されずに1体落とされたらそのバフが積み重なっていくっていう意味では、まあ、第1位第2位の格があったと思うんやけど、まあ第5位ぐらいかな。それでもやっぱ救出も強いし、なんだかんだ火力もあるし、射撃アーマーもたくさん持ってるんで強いキャラクターだと、思います。で第4位、リミテッドの覚醒ピッコロになってるんですけど、強いよね。最近の再生パーティーはマジでピッコロ大魔王を出してくるんじゃなくてこっち出てくるよね。うん、まあその理由がやっぱりより多く時止めができるっていうのと、カウンター系が増えたでしょ、環境に。マタナであったりとかバカ野郎なんやけど特にね、まあそういうキャラクターに対して変身後のメインから手札破棄して攻めることができるっていうのもだいぶ強いらしいので、まあ第4位が妥当かなと思います。で第3位が覚醒18号。覚醒18号はいつまで強いんやっていうイメージ、僕からすると、うん、やっぱサイヤ人特攻が腐らないよね、どの環境になっても。で泥速アップで火力の高さ、いつまでっていう、すごく強い。こいつが多分トップ5に入らない時期になるっていうのは、その火力のインフレがさらに波が来た時に、ああちょっと覚醒18号じゃ火力も物足りないなって思ったタイミングでようやくトップ5から外れるような、まあ能力ユニークアビリティステータスをしてるんで、こいつは腐らないね。うん、第3位ぐらいだと思います。で第2位ゴジータブルー。うん、僕の中ではその18号が落ちた前、多分2位だったと思うんですよね。で1個ランクが落ちたじゃなくて、こいつが上がってきたんで、まあ、泣く泣く下がってしまったっていうイメージなんですよね。伝わるかな？まあ、ゴジータブルーの評価が爆上がりしたっていうのが理由ですね。特殊カバチェンが増えすぎ、とりあえず。ゴジータ4に関しても、リミテッドの阪神崩壊ザマスにしても、特殊カバチェンがとにかく増えたっていうことで、こいつの需要がただただ上がっていく。で、火力も高いしね。だから、ゴジータ4じゃない、ゴジータブルーを、まあちょっとね、実装当初は、泥足ついてないんかとか、なんか微妙じゃねって散々言われてきたけど、それを我慢して、ゴジータブルーを使い続けた人の一人勝ち。これマジで強いと思う、今の環境。
おめでとうって感じ。俺はどっちかというと、あーゴジータブルーなんかあれやなって思って凸を上げなかったタイプなんで、三凸なんですよね今。だから使いたくても使えないっていう環境になっちゃったんで、マジで羨ましい。で第1位が、石腕のリミテッド未来ご飯になります。こいつはね腐らないね、とにかく強いと思います。何が強いって全部強いよね。まあ強いて言うなら、その2回に分けて場に出さないとヨダメアップがマックスつかないっていう点、多分確か 45%45% の消去負荷だったと思うんで、まあその辺に関してはちょっと、うん、まあ強いてあげるならね、強いてあげるならその辺かなとは思うんですけど、やっぱ不死身も強いでしょ、で特殊カバチェンも強いでしょ、で特殊カバチェン発動せずとも、手札2枚吐きなんでほぼ強制的にコンボをカットできるっていうのも強いでしょ、で特殊アーツも時止めで気力回復もすごく使いやすい、で究極アーツには射撃アーマーなんか順当に強いキャラクターっていう感じかな。で振り属性無効もついてるし強いよね、うん、弱いところがないというか結構長生きしそうな性能はしてるんじゃないかなって思います。はい、ということでイエロー属性でした。じゃあお次見ていきましょう。こちらパープル、パープルちょっと悩んだね正直。ただまあパープルから3周年のキャラクターが参入してきます。まず第1位が前回覚醒の悟空4で、第2位がリミテッドのカマロゼ、第3位がリミテッドの身勝手、第4位が3周年で追加されたベジットブルーで、第5位が覚醒悟空3ということで、悩んだね、悩んだ。何を悩んだかっていうと、3周年のキャラじゃなくて2位と3位をちょっと悩んだね。入れ替えてもいいんじゃないか、まあこの辺は好みだと思うんですけどね。はい、じゃあまず第5位から、覚醒天使悟空3、まだまだ強いですね。やっぱシンプルなんですよね、能力が。場に出ると、まあ、味方にサイヤ人がいると打撃圧を引っ張ってくるし気力も回復できるんで、まあ、より多くコンボできますよっていう、で究極アーツに気絶があるんでワンチャン狙えますよっていう、まあ再生パーティーに出しときゃだいぶ活躍するよっていうな、すごいシンプルなキャラクター。コンボも取りたいな、ワンチャン狙いたいなっていう人がわりかし使えるキャラクターっていう感じかな。うん、ただね、その第5位にした理由が、その悟空4が登場したからなんですよね。やっぱ今の環境だと悟空4の方が多分圧倒的に強いっていう人が多いと思うんですよね。で僕もその中の一人なんですけど、まあだからちょっと順位がどんどん下がっていったっていう感じかな。まあそれでも5位なんで、パープルの中でトップ5のキャラクターなんで、まだまだ強いと思います。だから悟空4作れない人は余裕でこっちで大丈夫っていう感じのキャラかな。で第4位、3周年のベジットブルー、こいつちょっとおかしいよね。目玉キャラクターじゃないのにね、強いよね。この顎2人ね、シンパシーを感じますね。でまあやっぱね、何が強いかっていうと全部強いんですけど、特に特殊アーツが強いかなっていう感じかな。うん、なんかねコメント欄でね、特殊アーツからコンボつながってほしかったっていう人いたんですけど、それはね無理よ。それは無理があるよ。そうなってくるともうリミテッドキャラとか目玉キャラクターレベルの性能になっちゃうんで、コンボつながらなくてよかったって感じ、逆に。うん、ただコンボつながらなくても強いんですよこいつは。交代禁止5カウントでしょ、でドラゴンボール破棄でしょ、弱いところがないというか、で射撃アーマーで無理やり突っ込むこともできるんで、やばいよね。で火力もめちゃくちゃ高い、うん、射撃特化のベジットブルーっていう感じかな。これはもう合体戦士の紫枠確定ですね今のところ。まあ、スーパーベジットが全開覚醒すると分からなくなってくるんですけど、それでもこいつが確定だと思います。で第3位、身勝手。まあ2位と3位はちょっと悩んだけどね。身勝手はまだまだ強い。うん、まあ言うて実装されてそんなに経ってない、そんな経ったか、半年は経ったか。去年やんね確か。あ、ちょっと覚えてないな。まあでも半年ぐらい経ったんですけど、まあこいつ唯一の能力
ユニークゲージ、これがまあ腐ることを知らないというか、ユニークゲージ向こうのキャラクターとか多分登場しないと思うんですよね。だから腐ることはないのかなっていう感じかな。でこいつがまあトップ5から外れるタイミングは、まあ、ほんまに火力に追いつけなくなってしまった。ユニークゲージがいくらあろうとこいつで殴れないってなってしまうと、まあさすがに落ちてしまうかなとは思うんですけど、今の環境余裕で殴っていける火力、なんなら高いよね。なのでまあ腐ることはないかなっていう感じかな。第3位が身勝手で、第2位リミテッドのカマロゼ城之内くんですね。はい、まあ不利属性でも殴っていけるっていうのがやっぱ強みですよね。で極出血、とりあえず盾持ってないキャラクターには打撃圧で極出血ばらまいといて、必殺技の控えダメージで全体的にこう削って、でなんかバトルを有利に持っていく力っていうのがめちゃくちゃ強いんで、まあ最強ですね。めちゃくちゃ強い。吸血圧も持ってるし、で特殊圧から必殺圧読んでくることもできるし、特殊圧からコンボもつながるということで、まあその射撃圧とか相手の回避に合わせてかぶせることができる人、まあそういうのが上手い人はカマロゼ最強で使えるんじゃないかなって思います。で第1位、前回学生の悟空4、強いです。やっぱねゴジブルと一緒の理由なんですよね、ほとんどは。ただ紫っていうのもいいよね。で特殊カバチェン無効が2回発動できるっていうのと、メインで不死身無効をつくっていうのと、特殊で泥足つくっていうのと、弱いところがないんですよね。交代禁止の必殺技も持ってるし、やばいよねこいつ。マジで紫の中ではトップクラスの性能をしてるんじゃないかなって。まさかこいつが特殊カバチェン無効を持つとは思わなかったよ。思わなかったっすね。で吸血圧の火力も高いし、必殺圧の火力も高いし、交代禁止がマジで強いんだよな。まあ、強い能力をなんかとりあえずなんか雑につけられた感があるキャラクターって感じ。交代禁止、特殊カバチェン無効、不死身無効、ドロソクアップ、何でも持ってる最強のキャラですね。はい、ということでパープルでした。ではお次こちら、レッド属性になります。第1位がリミテッドの阪神崩壊合体ザマス、第2位が前回覚醒のゴジータ、第3位が前回覚醒の親子ご飯、第4位が不死身の変身パーフェクトセルで、第5位がベルガモとなってますね。はい、3周年キャラクター第1位となってます。まあ、好みにはよるとは思うんやけど、僕個人的には第1位かな。じゃあ第5位からベルガモ。ベルガモはね、ぐんぐんなんか新キャラクターとかが追加されていくたんびに評価が上がっていったキャラクターかな。まあ、ライバル宇宙が潤ってきたっていうのもあるんですけど、やっぱ試合中盤後半からもう爆発的に強くなるし、バリアーも強いし、吸血ガーズも強いし、硬いし、言うことなしなんじゃないかなっていう感じですね。はい、シンプルに強い。で第4位、パーフェクトセル。これは青色の時に紹介した、不死身のブルー悟空とほとんど理由は一緒です。まあ不死身が強い、相手のライジングラッシュを、まあ遅らせることができるっていうのがもう何よりの強さかなっていう感じかな。で変身した後は特殊アーツで行動不能できるし、射撃アーマーの必殺アーツで突っ込めるし、火力も高いしね。でなんていうの、キャラチェンしたら気力も回復するんで、コンボつなぎにも持ってこいっていうことで、まあ第4位かなと。で第3位、覚醒親子ご飯で、第2位ゴジータ。ここはね、まあ好みだと思います。親子ご飯の方がゴジータより強いっていう人がいるのもわかるし、いや親子よりゴジータの方が強いっていう人がいるのもわかります。まあそこは好みですね。じゃあまず第3位の親子ご飯から。やっぱねラスワン性能ですね。もう怖いよね、対面してて未だに怖い。射撃ハーズ2枚である程度のキャラクター落ちんじゃねっていうレベルの火力してるし、で吸血ガーズはもうほぼ1体格殺レベルやし、必殺アーツかぶせられた時にはああ死んだわってなるし、とにかく火力が高いキャラクターかな。で前まではね耐久もそこそこあったんやけど、
まあ、やっぱり今の環境バカ野郎であったりとかリミテッドの魔人ブーであったりとか火力が結構さらにインフレしてきた感があるので序盤からね、まあ、なのでわりかし序盤中盤に下手したら落とされかねない性能にはなってきたのかなという理由で、まあ、第2位じゃなくて第3位にしたっていう感じですね。で第2位がゴジータ。ゴジータに関してはその親子ご飯より上にした理由がその序盤から全然余裕で殴っていけるキャラクターってイメージなんですよね。こいつも殴っていけるんやけどゴジータに関してはやっぱそこそこ硬いし泥足もついてるし、中距離で滞在してるとわりかしねタックルも打撃圧も打てない状況になるんで打撃カウンター持ってるんでね。で気絶もあるということでなんか序盤中盤終盤ほんまにね隙がないよっていうことで、僕は第2位にしました。安定感があるというかね、はい。で親子ご飯に関してはその親子ご飯ありきのパーティーも存在してしまうっていうことでだから序盤ライジングラッシュポンって打たれて親子落とされちゃうともう何もできないみたいなことに なりかねないという理由で、まあ、第3位にしたって感じかな、うん。では、第1位目玉キャラクターリミテッドの阪神崩壊合体ザマスになります。弱いところがまあ強いて言うなら耐久ぐらいって感じかな。もう火力全振りで耐久ないんやけど落ちバフ持ってるんですよ自分の弱点をよく分かってると言いますか、うん、耐久ない分落ちバフもあるしだから落ちバフがある分その火力に特化した性能が盛りだくさんっていうことでめちゃくちゃ強いよね。で特殊アーツの待機カウント付与から究極アーツライジングで1体格殺できるパワーも持ってるし範囲特殊持ってるし打撃カバチャ持ってるしあー強いで必殺アーツ当てると特殊アーツドローもついてるよね。うん、弱いところが本当にないないです。耐久ないっていうのも落ちバフで補ってるんで弱いところないんじゃないかなって思います。こいつはマジで強いマジで強いと思う。だからね今の3周年のガシャねゴジータ4と阪神崩壊合体ザマスどっち引いたらいいですかっていう質問すごい困るんですよ。両方強いから好みを引きたい方引いてって感じですね。はい、ということでレッド属性でした。じゃあお次最後グリーン属性見ていきましょう。こちらはい、まあそうですよね、こうなっちゃいますよ。第1位がゴジータ4、第2位がマタナゴク、第3位が変身ブラック、第4位が覚醒17号、第5位がバドスということで、うん、1位です。僕個人的にはマタナより強いと思ってます。個人的です。はい、じゃあ第5位バドス。バドスに関してはやっぱもう全キャラ中トップの援護タイプっていう感じのキャラクター。体力回復もできるし全体回復もできる、手札吐きもできる、気力減少もできる、味方のバフもできる、何だってできちゃうっていう。しかも泥足ついてるから、まあ、味方の待機が、ま、回ってない時はその自分でコンボ取って待機カウント稼いだりとか泥足で引いてきた特殊アーツで待機カウント短縮したりとかそういうことができるんでマジで強い、マジで強い。バドスありきのパーティーが多すぎるレベルなんでね、うんって感じかな。で第4位が、前回覚醒のスーパー17号になってます。強いね。 GT パーティーが強くなってきたっていうのも、まあ、理由の一つではあるんやけど最近の人造人間パーティーは同じ色の21号瞬間移動を持ってる21号を使うよりかは覚醒の17号を使う時の方が多くなってきたんじゃないかなっていうレベル体感ね。人造人間とマッチして21号も17号も入ってるけど17号を出してくるっていう人がすごい増えてきたんでやっぱ射撃カウンターじゃないか射撃カバチェンであったりとか特殊アーツで射撃封印したりとか封印じゃないか吸収かしたりとかやっぱ全体麻痺とかでこいつ自身も覚醒キャラなんで火力高いんでね言うことなしなんじゃないかなって思います。硬いしね。うん。で第3位悟空ブラック。
いつまでおんねんって感じ結構経ってるよね、こいつが実装されてから。ただ未だに強い、コンボも強いし、受けたダメージの何パーセント回復も強いし、特殊アーツでカードドローも強いし、ドロ速持ってるし、メインのアーツドローも強いし、腐らないね。腐るタイミングはやっぱ火力出せなくなったタイミングかなって思うので、まあまだまだ大丈夫だと思います。ずっと強い。で第2位がマタナ。まあここもでも好みやね。どっちが強いって一概には言えないけど、まあ、僕はゴジータ4の方が強いと感じましたね。でマタナに関しては、あ、強いよ強いよ、もちろん全キャラ中トップクラスの強さやね。もうどの色に対しても青、もう全キャラ中よ。だから全スパーキング最強キャラランキングよ。うん、その中でも屈指の強さを誇ってると思います。やっぱ射撃カウンター、救出、究極アーツ、射撃アーマー持ってるよね。で30カウント経過したらやったかな、ドロ速つくし、メインでなんだ属性相性振り向こうつくし、言うことなし、強い、最強です最強のキャラです。はい。で第1位、3周年で追加されたこのゲームの一番の目玉キャラクター、ゴジータ4になります。ゴジータ4はね、弱いとこなくね、逆に全部強すぎる能力を持ってるんじゃないかなと思ってて、じゃあまずアーツからいくか。特殊アーツ、射撃アーマーで、追撃可能で、手札すべて破棄の能力強化消去2回、弱いわけないよね、あのクラッカーのやつね。最強よ、その特殊アーツで。必殺アーツ、必殺アーツ打って当たったらまた必殺アーツ呼んでくるってどういうことって感じよね。で気力50回復するからすぐ打てるんですよ。だからで後隙ないんですよね。だから2連チャンでわりかし必殺アーツポンポンってぶっぱしてもこう後隙ないから、読み合い発生させることができるっていうのもだいぶ強いと思います。で究極アーツ、究極アーツに関してはわりかしシンプル、火ダメカット 100% マイナスと不死身無効で射撃アーマー持ちで超特大ダメージっていう感じかな。はい。でメインも強いし、ユニークアビリティも強いし、 Z アビリティも強いし、まあとにかく強いというか、でお手軽に余ダメージ 110% は確実に上がるっていうのと、初手の攻撃は 80% カットで受けれるっていうのと、紫から殴られても殴られる分には属性相性振り向こう発動してる状態なんで、ダメージを抑えることができるっていうのとね、まあ防御タイプなんでそれぐらいあってもいいとは思うんやけど、それも強いよね。でメインでドロ速、究極ガーツドロー、体力回復、気力回復で属性相性振り向こう、やばいよで最近ちょっと環境に増えてきた、前々から増えてると思うけど、復活キャラに対してもなんか能力が発動するんで、マジで最強よ、マジで最強。ただまあ凸ありきだとは思うけどね。凸があればあるほど強いキャラクターではあるんで、だから阪神崩壊ザマスはわりかし凸が少なくても使えるけど、ゴジータ4に関しては凸欲しいなっていう、感じがするかな。ただまあめちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。もう最強のキャラです。ということで、前職紹介し終わりました。ちょっと長くなっちゃったんやけど、いかがだったでしょうか。わりかしね、満足いったランキングにはなってると思うんやけど、まあ、皆さんの意見を、コメント欄に書き殴っていただければなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。